久しぶりのマリールーさんのパンケーキ。今日はハロオブセパンケーキミックスということで、長野県オブセ町のドライフルーツとそば粉のパンケーキミックスだそうです。うん、そば粉楽しみ。いただきます。今日も四十肩の治療に行ってきます。今日からコラーゲンの注射ですけど、なんか2回目の痛み止めの注射の後は結構効いたなと思ってたんですけど、3回目の痛み止めの注射はちょっとそれほど効果を感じなくって、本当にコラーゲンの注射に移っていいのかなと心配してます。はあ、痛いな。素晴らしい、無駄のない移動ですね。バス1個前で降りるようになったら全く無駄のない移動ができるようになってきました。病院まで近い。修繕工事中みたいですね。そっか、最適なルートで来れるようになったから、最近ちょっと早めに着いて一番乗りだから他の患者さんがいないのかもと今日は気がつきました。なんか先週よりさらに早い到着です。病院に一番乗りしたので、本当だったらここで FP 小話をしたいところなんですけど、ちょっと今週の FP 小話は関係性のあるものを3本4本まとめて撮っちゃってるので、今日はこのアングルでのFP 小話はしません。ただただ待とうと思います。今日はテラスでイタリアンを食べようと思います。乾杯。乾杯。海の幸サラダの S サイズとカプレーゼなんですけど、このモッツァレラチーズ巨大なのを真ん中から切るそうです。また有明ガーデンのジオラマを見に来ました。 3,4 回目にして気づいたんですけど、ガンダムがいますね。すごいテンション上がる。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャイヤです。ちょっと何日かに分けて税制優遇口座、主な税制優遇口座についてお話をしようと思ってるんですが、今日は初めて投資をする人にはもう本当に個人的に一押しの積立 NISA についてお話をしようと思っています。積立 NISA もまあ NISA の種類の一つなので、昨日お話しした一般 NISA との違いでお話をしていく方が分かりやすいかなというふうに思うんですけれども、積立 NISA はその名の通り積立で投資を行っていくという仕組みになっています。一般NISAの場合には今が買い時だなみたいなことを狙いながら買うこともできますし、もちろん積み立てで買うこともできるんですけれども、積立NISAにおいては年間2回以上積み立てによって購入していく方法しか選べませんという仕組みになっています。で、証券会社、自分が口座を開設する証券会社によって毎日とか毎月とか3ヶ月に1回、年に2回みたいな、そのこう頻度がどの頻度が選べるかっていうのが変わってくるんですけれども、基本的に年2回以上でこう毎月こうコンスタントに買い付けを行っていく積立方式で投資をするものが積立 NISA と呼ばれる商品です。
で、一般NISAの場合はかなり選べる金融商品多いですし、株式とかも買えるんですけれども、積立NISAの場合は基本的に投資信託が投資対象の中心になっています。日本には投資信託6000種類ぐらいあるというふうに言われているんですけれども、積立NISAの対象商品今だとだいたい180本くらいですね、それでもまだ多いでしょうか。180本くらいに絞り込まれています。金融庁がこういう水準、こういう基準を守ってくれたら長期で運用しやすいんじゃないかなっていう、いくつかの基準を設けていまして、それをクリアしたものという形になっているので、積立NISAだったら間違わないとはとても言えないんですけれども、それでも6000本リスクが高すぎるものもあるっていうところから選ぶよりは、180本の中から、チョイスする方がまだ選びやすいんじゃないかなというふうに思います。1年間の非課税の金額40万円で、一般NISAは5年でしたけれども、非課税の期間ですね、自分がその投資をした金額を何年間非課税で運用できるかというと20年非課税で運用できます。なので今年投じた最大40万円を20年間ずっとこう非課税で運用し続けることができるということで、比較的息の長い運用を好む人、そしてものすごくたくさんあるものから選ぶんではなくて、ある程度セレクションされたものから選びたい方というのにも向いてますね。年間だと40万円ですけど、月に直すと3万3000円ぐらいですね。ただそれは最大の額なので、極論100円からでも始められますから、恐ろしいなと思う方は100円からスタートすることもできるという意味で、かなりハードルが低い投資のスタイルなんじゃないかなというふうに思います。で、一般NISAとのもう一個違いとしては、一般NISAではロールオーバーという原則5年なんだけど、新たに発生する非課税枠を使って、最長だと実は10年運用できますという話をしましたけれども、積立NISAはもう20年はきっかり20年で、ロールオーバーという仕組みはありません。なので20年が経過する、どうでしょうね、例えばその18年経過後ぐらいに2年間ほどまだ非課税期間を残したタイミングでもうちょっと利益が出ていたら売却して、ゴールしていくっていうようなやり方もいいのかもしれないですね。1年間40万円、非課税期間は20年、そして6000本ある日本の投資信託のうち180本ぐらいに絞り込まれているという積み立てNISAですね。結構こう何から始めたらいいかわからないという方には、100円からできるという面においても今一番一押しの、税制優遇口座なんじゃないかなというふうに個人的には思っています。以上、FP小話でした。こちらのチャンネル、フローチ Vlog では、日常の記録、Vlog の中にお金に関する情報を織り込んでいくというコンセプトで動画を更新しています。毎日19時に更新しておりまして、毎日見ていただくことで、なんだかお金に詳しくなった気がすると感じていただくことを目標にしています。動画の概要欄には、その動画に関連する URL などのテキスト情報をできるだけ丁寧に書くように心がけておりますので、気になるテーマが出てきましたら、動画の概要欄もご覧いただけるとお役に立つかもしれません。このチャンネルの動画を面白いと思っていただけましたら、いいね評価やチャンネル登録いただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。